はい、皆さんこんにちは、リビルタです。というわけで今日は富士山右回りツーリングということで行ってみたいと思います。厚木南インターチェンジから伊勢原ジャンクションまでが新東名高速道路開通したということでね、そこを走ってみたいと思います。その後はこの新東名高速道路から東名高速にまた乗り換えまして、さらに新東名高速道路で富士宮方面で朝霧高原を目指したいと思います。新しく開通された道ですよ。やっぱいい、綺麗だな。そして誰もいない、みんな海老名ジャンクションで東名行っちゃうからね。このダブルネットワークと言われるもので、この海老名ジャンクションの渋滞が解消されるということでね、期待されている道でございます。新規で開通した区間はそんなに長くないんで、この後すぐにもう東名高速道路に戻っていくんですけども、あと3キロで伊勢原ジャンクションですね、東名高速道路を乗っていきましょう。こんな綺麗な道がこれで終わってしまいますね。でここから東名高速に入っていきます。東京方面に行く道がまだ開通されてないみたいなんで、ここからは東京方面に確か行けないはずなんですよ。また、伊勢原ジャンクションから東京方面へ行けません。私は富士宮なんで静岡方面ですね。反対方面も作ってますな。さあ東名高速道路に合流です。東名高速道路からまた再度新東名高速道路に入りまして、駿河湾沼津サービスエリア立ち寄ろうと思います。皆さんご存知でしょうか。各サービスエリア、パーキングエリアにですね、また来てカードっていうものがあるんですけども、このカードなんと発行料無料です。年会費かかりません。そして有効期限1年間、アンケート答えるだけですぐにもらえるというまた来てカード。なんとこちらのカードは新東名高速道路のこの飲食店で主に使えるんですけども、ご飯の増量だったりとか割引が受けられると。で普段から新東名高速道路使っていて、ご飯食べてるよ、お出かけでよく使うよっていう方いらっしゃいましたらね、無料で発行できますので、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。でこちら発行できる時間がサービスエリア、パーキングエリアのコンシェルジュカウンターがやってる時間じゃないともらえませんので、深夜に行ってももらうことはできません。そこが注意点ですね。わー、富士山正面に見えるよ。綺麗だけどなんかちょっとね、もやかかってるね。なんかほんわりしてる。本物かどうかわかんない感じになってるね。幻想か。あれは戸隠の里の現実か。くそ、なかなかやりよるの。はい、ただいま東名高速道路走っておりまして、御殿場ジャンクションから新東名高速道路に行きましょう。新東名高速道路入りましたら駿河湾沼津サービスエリア、こちら入りまして、また来てカードっていうのを発行しようと思います。ここから新東名入ります。はい、戻ってきたよ新東名。よっしゃ、本格的にねこのリベルタとしてツイッターを始めたわけですよ。僕のイメージとしてツイッターって超怖いとこだと思ってて、炎上しただのニュースだのバカッターだの怖い世界だなと思って、でも始めてみてバイク乗ってる方を基本にこうフォローさせていただいていて、できる限りメッセージ送ったんですねって言って送られれてない人いたらごめんなさい。できる限りフォローさせていただいた方とフォローしてくれた方にはフォローありがとうございますってメッセージをどんどん送ってたんですよ。そうしたらもう皆さん返してくれる、みんな返してくれるもんだからね、本当にありがとうございます。もうツイッター初心者のおじさんですから全然こうわかんないわけですよ。いや、こんなおじさんのね動画をまず見ていただいてる方とチャンネル登録していただいている方、そしてツイッターのフォローをしてくれた方、さらには返事をしてくれた方、ありがとうございます。本当に嬉しいです。いや、こんなにねツイッターが素敵な世界だとは思わなかった。なんかもっとなんだろうね、もうクソ死ねワロタみたいのね帰ってくるかなって思ったんですけどね。すごい丁寧にメッセージを送っていただきました。本当にありがとうございます。まあ、この先の駿河湾沼津まではちょっとね、なんか話のネタになるものがありそうにはないので、とりあえず私の好きなプロレスの話でもしますか。どうですかプロレス、皆さん好きですか。私はね2000年から、なんでもう19年前からプロレスを見ていて、いや大好きなんですよねプロレスは。いやでも本当に受けなきゃいけないじゃないですか。美しさがあるわけですよね。天山選手のチョップはなんとやばいなって思って、あれはね死んじゃう。 NWO ジャパンチーム2000と黒の組織が戦い合うわけですよ。武藤敬司で蝶野正弘と、もう今語ってもねワクワクしちゃう。はい、カメラ復活。鼻にずっと当たってたピンマイクも直したんで鼻が自由になったぜ。お、富士ミルクランド県道71号線にはございます。次右曲がったらあれか、富士ミルクランドがあるのか。おお、すげえ怖。白糸
さあ白糸の滝、滝に行くでござる。滝これ左？左っていうか左しか行けないのかなこれ。あ、丸いやつか。よいしょ。ウインカー、この信号機のないやつ。バイク200円。マジ？そこで払うの？やめてよ。止めてからでいい？ね、まっすぐ行ってバイクってところに止めてから来てください。はーい。バイクっていうとこに止めてから。やばー、滝すげー。これが白糸の滝ですね。いいじゃない、バイク？バイク。あ、そう。入んない。入んない。だってバラバラして、ほら、ビニールで。本当に？あ、そう。そう、僕入る入る、これカメラ入れなきゃいけないから。入る、入る。これ1個だったら入りますよ。1個？じゃあ1個400円。400円。ありがとう。400万円。うまいぞ、これは。はい。はい、ありがとう。はい、じゃあ。はい。腰がきかっちゃった。で、富士ミルクランド行ってデザート食いましょう。ソフトクリーム食おう。さあ、白糸の滝初めて行ってまいりました。いや、富士山の溶け水の滝なんだね。毎秒 1.5 トンらしいですよ。やばくない？もうマイナスイオンたっぷりみたいな感じですね。あれ、富士ミルクランド行こうと思ったけど間に合うかな。これこの道で行けるのかもわかんないけどね。朝霧高原通る？ここさあ、元巣まで行かされるのかな。あー、なんか知ってる。行ける行ける、多分行ける、多分行けるぞ。でもどっちかわかんねえ。ここは知ってるぞ。この先持ち屋があるんだ。知ってる知ってる。持ち屋行こうかな。完全に企画変更だな。いやー、夏場にね、北海道ツーリングみんな行っていいなーとか羨ましがってる人をね、ぜひね、夏場こっちに来てみてください。広大な敷地に広がる牧場地帯、のびのびと駆け回る動物たち、その背景にはマウント富士。ということでミルクランドは行かずに、あ、そっか、道の駅朝霧高原って過ぎた？あ、あった、道の駅朝霧高原。じゃあそこを終点としましょう。道の駅朝霧高原、まあ、本当はね、ミルクランド行きたかったんですけど、もう時間4時、まあ、出発したのもちょっと遅かったっていうのもあってね、ちょっと回りきれなかった部分もありますね。っていうか、まあ、白糸の滝が追加されたんで回りきれなかったっていうだけだけどね。まあこんなもんでしょう、ツーリングなんて。出会った先でね、魅力的なものを見つけたら寄りたいですよね。また来ればいい。さあ、朝霧高原来ましたぜ。よいしょ。はい、というわけで朝霧高原道の駅行ってまいりました。ここ左に曲がったら元栖湖だよ。こちら元栖湖はですね、富士五湖の中で一番深さのある湖です。確か 121.5m とかそんな感じだった気がする。私がだいたい70何人分必要ですね。深いな70人だろって、上見上げたってわかんねえ。皆さん目にしたことあると思うんですけど、千円札と五千円札の裏面に書かれている、確か紙幣で言うと1000円の D 紙幣と5000円の E 紙幣だったかな、の裏面の富士山が元栖湖をモデルとしているというデザインでございます。はい、青木ヶ原樹海。さあ、海外の方にも人気のスポット、青木ヶ原樹海で。富士五湖にはですね、なんと赤い系というね、幻の湖があるわけで、ご存知ですか？この下にですね、もう一個あるんですよ。第6の湖が、まあ、全部つながってるっていう話ですね。富士五湖は地下でなんか夢がありますよね。富士五湖と、あと忍野八海。さあ、国道139号線をただいま走っております。この先に鳴沢氷穴っていうところがありまして、まあこちらですね、一年中通してこの氷穴、まあ洞窟ですよね、洞窟の中に入っていくことができるんですけど、まあ一年中を通してこう氷だらけ、氷柱がこうたくさんあるわけですよね。これ冬場行くとクソ寒いんだよ。夏行くとね、ちょうどいい、涼しい。ぜひ気になる方いたらね、寄ってみてください。この道の駅鳴沢、本日は通過いたしましたが、富士山博物館という博物館があって、まあ、この辺のね、採掘できるような宝石類や鳥がいるとか虫がいるとか、そういうね、博物館がございます。この販売所の方でですね、緑小石っていう石が売ってるわけなんですよ、うん、すごいのがレンジで温めると熱をね、蓄えてくると、寝るときに寒くて寝れないとかね、冷え性の方、一回レンジで温めるじゃないですか、まあ、1時間ぐらい熱持っててくれるんですよ。で、徐々に冷めてくれるので、寝るとき、まあ、心地いい睡眠が取れる。もう寒い時期は過ぎようとしてますけども、まだ春先までね、冷え性で困ってますとかいう方いらっしゃったら、この六小石っていうやつも見てみてはいかがでしょうか。おお、キャンパーやなー、おい。いやー、羨ましい。泊まりできる休み欲しい。
どうしたもんかな、転職すっか。本日のツーリングは以上で解散となります。いやいいね、浅間神社入り口です。お邪魔します。めっちゃ神秘的ですね。やばすぎね。めっちゃ太いわ。浮く。浮かんやろ。やば。一円玉浮いてった。浅間神社行ってまいりました。めっちゃ寒かった。寒さが止まらない。日も暮れてきたことなんでね、これでツーリングは終了ということでお開きにしたいと思います。で、今日のツーリングルート行ってみたいなとか面白そうだなと思っていただいた方いらっしゃいましたら、ぜひね、いいねボタンとかチャンネル登録とかよろしくお願いします。やっとちょっとずつ暖かくなってきたんでね、動画撮影が増えていけたらと、いけたらと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。ではリベルタでございました。またお会いしましょう。じゃあねー。